次の自民党総裁になってほしい議員ランキング3位小泉進次郎2位講師早苗を抑えた1位は全順位あり自民党総裁になってほしい人ランキング9月末に任期満了を迎える岸田文雄首相67それに合わせて行われる自民党の総裁選について8月14日岸田首相は自民党が変わることを国民の前にしっかりと示すことが必要だ 変わることを示す最も分かりやすい最初の一歩は私が身を引くことだ。来たる総裁選挙には出馬しないと不出馬を表明した。昨年から世間を騒がせる裏金問題について責任を取るべきとの指摘が相次いで上がっていた岸田首相。では、世間はどの議員に次の自民党総裁になってほしいと思っているのだろうか。 20代から70代の男女500人を対象にアンケートを行った。まず第3位に選ばれたのは小泉進次郎議員、43だった。小泉家は4世代にわたって続く政治家一家で、進次郎議員は第87代、第88代、第89代内閣総理大臣の小泉純一郎氏、82を父に持つ。 09年の第45回衆議院議員総選挙に神奈川11区から出馬し、初当選を果たした。当選回数は5回で、第27、28代環境大臣を務めた経験もある新次郎議員。政治家の平均年齢の高さが問題視される中、新次郎議員の若さに期待する人が多いようで、今回のアンケートでは、これからは若い人を望みます。 やはり世界的に皆さん若いです。若い議員に今までにない新しい視点で政治を行ってほしい。若い感性で政治をしてほしい。との声が寄せられた。また、誠実そうだから、一番誠実感があり行動が伴いそうだから、自民党の足きところを改善できそうな人だから、と人柄に注目する声が。さらに父淳一郎氏の支持者からは父親が好きだったから、 今の派閥政治では国民生活は良くならない。政治をぶっ壊すの息子に期待したいですという声も寄せられた。8月10日に配信されたラジオ日経のポッドキャスト、吉野直哉の日経切り抜きニュースで総裁選に立候補するかどうかについて、今、これは言うべき時ではないと思いますと述べ今、世の中の課題が目の前で山積している中で、 どういう総裁選になるべきなのかっていうことを様々な議員と意見交換しながら、そういった中でおのずと出てくることだと思いますと話した新次郎議員。その真中はいかに。続いて、第2位に選ばれたのは高市早苗経済安全保障担当省63、だ。93年に無所属で初当選を果たした高市大臣は、96年に自民党に入党。 6年に第一次安倍内閣で沖縄、北方大臣として初入閣し、14年には総務大臣に。17年には総務大臣としての在職日数が歴代1位を記録した。そんな高市大臣には、初の女性総裁が期待されているようだ。アンケートでは女性の総理を見てみたい、日本初の女性の総裁でも良いと思います。 男性とはまた違った視点から色々な問題に取り組んでもらえそうだから、初の女性に期待、という声が寄せられることに。また、いつもにこやかにしかも毅然とした態度でお話をされるから、物事をはっきり言えると人柄を評価する声が。さらに高市大臣は21年の総裁選の際に押してもらうなど、安倍晋三元首相、去年67と深い関わりがあり、政策面で、 安倍路線の継承者とも呼ばれているそのため、最も安倍前首相の考えに近い、安全保障について一番任せられる、安倍総理の意志を継ぐ唯一の首相候補だから、安倍さんの後継でやってほしい、という声が上がった。NHK によると岸田首相の不出馬について、高市大臣は、突然のことで驚いたが、今は来年度。 2025年度予算案の概算要求を控えるなど大事な時期だ。しっかり岸田総理大臣をお支えしたいと言い、立候補について明言しなかったという。今後の動向に注目が集まりそうだ。